さて、延々と追っていたら品川まで来てしまったわけだが、ここに逃げ込んだのか。わからん。だが奴らは船員で、ここには港がある。東大の港か。どんな風なのかな。あれは、あれは桜か。そうだな。桜の美しさは今も昔も変わらないのだな。はいはい、何の用で。通りたきゃ通行手形を見せな。手形がいるのか。少しばかり港を見たいだけなんだが。すまねえな、先日からこの通り厳しくなっちまった。町に異人が出入りするってんで、騒ぎがねえようにってお上からのお達しだ。異人、より、これは。しかし手形がいるな。どこで発行している。それは品川港の名主様よ。アキンドたちのまとめ役も務めてくださってる。気難しいところのあるお方だから、ちっとばかし面倒かもしれねえが。港の名主か。ひとまず訪ねてみよう。君が名主か。手形がいるのだが、用立ててくれまいか。単刀直入とはこのことか。威勢が良いな。悪い奴ではなさそうだが、はいどうぞとはいかん。宇治素性が知れんしな。身元の確かな人物からの証をよこすがいいと常であれば言うところだが、要はわしが信ずるに足る相手であるか否かだ。話のわかる御人のようだ。港の名主だからな。海も人も様々な手立てで相手取らねば。さて、お主たちについてはそうだな、わしの無理難題を聞いてくれたら手形を渡す。それでどうだ。無理難題と言ってのけたか。いいだろう、受けて立つぞ。そう来なくては。では御殿山で山菜を取ってきてもらいたい。これらを今日中にな。そのあたりのものではいかんぞ。大名御用達の御殿山の山菜だ。あれ、確か橋が壊れてて御殿山には。これこれ、余計なことは言うものではない。己の知恵と力で乗り越えてもらわねば。随分と水郷な名主のようだ。ああそうだ、付け加えておくと、近頃御殿山にはもののけが出るという噂がある。そのせいで山に入ろうという者も少ないのだ。ほうほう、それはむしろおあつらえ向きだな。これで港に九段の偉人たちがいなければ。あれだけあればいけるか。いや、しかし寄りだしな。何をもごもご言っている、セイバー。ダメならダメでまあいいか。よし、ここを渡るぞ、より。ここを飛び越えるつもりか。跳躍せよ、私に任せておけ。
うだ。大したものだ。英霊が力の一端見せてもらったぞ。俺たちに怪異退治をさせるつもりか。強くなれたか。あったあった、この調子で集めよう。なさすぎて会えていたところだ。ちょうどよかったぞ。これでいいだろう。よし、戻るぞ。もう戻ってきたのか。なんだ、異性と同じで諦めもよかったか。諦める？何のことだ。何？それはいかにしてこれほど早く。無論御殿山で集めてきたものだ。いや、そうは言っても。川は渡った。山は登った。これはたまげた。まことにひょうたんから駒を出してみせるか。無理難題に答えただけのこと。たまげることもなし。そうだ、無理難題なのだよ。これは真面目に答えようというのが大間違い。
江戸の商いは口八丁手八丁。この場合どこかで仕入れてはいどうぞとすればよいのだ。しかしそれをまさかこのようにまっすぐにやり遂げるとは。わしの負けだ。手形を持っていくがよい。まったくこの前の娘っ子といい、器の底が知れぬものが続けて現れよる。うん、それは誰の話？より、手形を手に入れたぞ。今すぐ港に行くぞ。ああ、はいはい、何の用で？通りたっきゃ。もうあんたらさっきも来たな。どうだ、手形だぞ。おいおい、どうやって手に入れたんだ？気になって仕方がねえが、これも仕事だ。手形があんなら通ってよし。よし、行くぞ、より。ああ、行こう。だが、あまりはしゃぐな。港、うわー、すごい。またより、あの石段はなぜ海に続いているのだ？まさか海の下に何かあるのか？ん？あの小さな塔は何だ？海を見張るにしては人が立てぬが。あれは雁木で、あちらは確か常夜塔といったか。あの者たちは何をやっているのだ？船の底を焼いて、あれでは穴が開いてしまうぞ。炙っているだけだ。船底についた藻や貝などをああやって落とさねば、腐って船の寿命がつきやすくなると聞いた。東大の船は変わっているな。そうか。より、あちらに巨大な船だ。あ、いや、あれは船なのか。なんだ今度は。あれはまさか南蛮船？しかも砲を積んだ武装船だ。江戸城にこれほど近い港に入るのを許すとは。これはどういうことだ？あら、そこの侍たち、ガレ温泉を見るのは初めてかしら？貴殿は？あの船の主人よ。オランダの商人といったところね。本当はこんな場所に船を止めてはいけないんだけれど、幕府から特別に許しをいただいているのよ。とっておきの商売のためにね。ガレオン、オランダ。ふむふむ。あら、本当に珍しかったのね。いいわ、工学のため存分に観察しておきなさい。ぶしつけにすまない。これは船どころか港を見るのも初めてで、見るものすべて珍しいようだ。ずっと山奥にいたそうだね。なんだその物言い。私はいいから、存分にと言っていただけたろう。好意に甘えてこい。ぶぅ。貴殿、異国の者と見たが、随分と日の本のことの葉を流暢に話すものだ。ローマではローマ人のように振る舞え、ジパングの言葉では、郷に入っては郷に従えよね。
異国で商売をする以上、言語くらいはある程度習得しなくちゃいけないわ。敵を知り己を知ればか。海を渡る商家らしい見上げた心意気だ。孫子ね。そちらもさすがは侍といったところかしら。孫子を知るとは驚きだ。知は力なりでしょ。ひとたび貴族に生まれた以上当然。姫、そろそろ商談の頃合いだが。あら、もう？残念。ごめんなさい、そういうことらしいわ。ところであなた、私はプリンセスではないと言っているでしょ。レディーと呼びなさい、レディーと。申し訳ない、異国の事情には疎いゆえ。言い訳はいいの。ほら、練習して。はい、レディーね。レディー様。様は不要よ。レディーにはすでに敬意が含まれているの。ほう。ああ。商談の頃合いなのでは？あら、いけない。ではごきげんよう。そちらの方はすっかり船に夢中みたいだけれど。そろそろ行くぞ。まだ見ていたいぞ。商談の邪魔になってしまう。今日はここまでだ。それではレディ、これにて失礼する。ええ、縁があればまた会いましょう。いいわ、報告をちょうだい。あのセイバー陣営、マスターもサーバントも随分と腕が立ちます。異国人ってだけで警戒されました。お嬢の情報が多少なりと出回ってるのかと。肝心の吉原には近づけずじまいで。そう。あなたにはどう見えたのかしら、アサシン。目障り極まりない。そして惜しいな、同情すら抱く。どうあれ、退場してもらう必要がありそうね。次に私たちのテリトリーへ足を踏み入れた時は、あの綺麗なセイバーの最後よ。さすがに時がかかりすぎた。一旦帰ろう。イオリ、あれは何だ。はあ、なんと立派な佇まいの屋敷か。イオリの住まいとは随分違う。あれは大名も泊まる大旅籠だぞ。長屋と比べるな。旅籠は確か宿だったか。どれほど稼げばあれに泊まれる。そうだな、二月三月の稼ぎをつぎ込んで、どうにか一人が一泊。ではやめておこう。そんなに稼いで一晩のみでは割に合わぬ。イオリオ、先刻はぐれのランサーと何やら話しとったな。しかもまあ随分と楽しげな様子じゃったが。ああ、あのランサー、イオリオ随分気に入っていたからな。そうか。そうだとも。出なければ再戦を望みはしないだろう。よもや忘れてはいまいな。忘れるものか。
それより伝えておこう。再戦を果たすまでの間だが、ランサーが俺たちに力を貸してくれるそうだ。なんと、やつとそのような契りまで交わしたか。つかの間で随分と親睦を深めたものだ。よきかな、よきかな。正しき契約を結んだわけではないぞ。そうだろ。ああ、そうだな。利害の一致ゆえの力添え程度だ。力添え程度では心もとないな。もうちっと強い役場にしておきたいの。そんなもの、ランサー本人に尋ねるほかないだろう。ふふ、よすがを結んだからにはやりようもある。まあ、まずはこれを見よ。ん、ひとまずはこれでよいじゃろ。わずかではあるが、ヨスガと約定は強くなった。そうか。勝手にランサーの何かをいじったようで、いささか気が乗らないが。ん、あいや、先方には伝わっておるぞ。不本意であれば弾かれておるわ。ではランサーは薬状を飲んだのか。うん、じゃあある程度までは手伝ってやるよっとな。どうじゃ。そうだったか。すまん、じいさん。いやいや、まあ似たようなことがあれば同じようにやってみるがいい。せいぜいよすがを大切にすることだ。無論この老骨とのよすがもな。ああ、そうしよう。それで成果はあったか。南方を探ると言っていたが。ま、なくもない。世田谷に轟不動尊という寺社があるだろ。そこで魔術講師の痕跡を見つけた。霊脈を利用して魔力を集めているのだろう。魔力は南方へ続いているようだったが、痕跡を探す過程で敵の妨害に遭い、それなりの犠牲が出た。深追いはやめて一度引き返したところだ。こちらからの知らせはそれくらいかな。要するに轟不動尊は敵マスターの縄張りで、おそらく根城は南か。霊脈の魔力と言っていたが、それで何をするか心当たりはあるか。順当なところではサーヴァントの強化あたりか、あるいは結界の維持に当てているか。轟不動尊の南に何かがあるのは間違いない。手分けしてさらに南を探ってみるか。ああ、敵の本拠に至ればよいが。さて、今度はそちらの番だ。よもや何の成果もなしということはあるまい。噂を聞いた。吉原の様子を探る偉人がいると。ほう、吉原。バーサーカーの根城だと聞くが。ああ、あちらのマスターには縁がある。明日にでも出向いてみよう。それと一応伝えておこう。品川港で。どうした。ダメだ。だか。テイ、よく聞こえないが。魔力の乱れがあるな。ありゃ、あちらの霊装の問題ではないのか。名のある同士から譲り受けた品だと言っていた。そうたやすく壊れるものではなさそうだが。となると話は早い。妨害だ。支度しろ、より。敵が来るぞ。また間の悪い。ひとまず周囲の様子を確かめてみるか。
残らず斬るとしよう。火は熟した。頼む。分かった。私に続け。よりテイトの話を妨げたのは奴らだ、ヨリ。そうじゃ、ヨリ。この木にハグレと結んだ約定を確かめておかぬか。よし、早速。手、貸してやるよ。呼べばはぐれのランサーは橋さんじよ。手を借りたくなったらいつでも示せよ。これで決めるぜ。覚悟はいいな。あたりの怪異残らず払えたか。まったく、もう手間を取らせてくれる。我が絶技をもってすればそれはもう瞬きの間に終わっているのだが。いや、ダメだ。夜も更けた。さっさと長屋へ戻るぞ。帝に伝え損ねたこともある。そうだな。よし、帰ろう。ほう、やるではないか。食べた食べた。こたびも良い朝毛であったぞ。お前こそ良い食べっぷりだ。うむ。それで、
テイと話はできたか？今朝も繋がらん。怪異の残した魔力ゆえか。ふむ、ならば今はなすべきをなすぞ。まずは吉原だ。くせ者の件、武蔵と高尾に伝えねば。ああ、朝一番に行くとしよう。うむ。ここを通せ、バサカ。何者かが吉原を狙っている。太夫にそれを伝えたい。ことの果では無理か。ならば押し通る。二度我が剣に沈め、バサカ。Yeah!
よかったな、イオリ。活目せよ、はい、任せろ、息を合わせろ、行くぞ。決める。せい、当たりはしない。は熟した。レバンだ。任せろ。風の肩。血のごとく。バーサーカーが吉原から離れないのであれば撤退はたやすい。しかし、その気になればいつでも仕留められる、そう言っている。それにあれを仕留め切るのに宝具がいるならば、辺りに暮らす力なき民草を巻き込もう。わかった。よしよし、行ったわね。お疲れ様、バーサーカー殿。今はゆっくり休んでちょうだい。しかし、どこかの陣営が吉原に探りを。ねえ、ずいぶんと大胆に出てきたものね。やるじゃない。念のため太夫に伝えておこうかしら。師匠も太夫も顔を出さんとは、もしや不在か。さてな、知らん。あの異常夫がいる以上吉原は無理だ。船員を追いたいが、六号大橋を渡って川崎へ向かうか。イオリ、あれはなんだ。あれは麦畑か、あるいは野稲だろうか。うむ、麦は見慣れているのか。セイバー、米好きは疑いようがないが、麦飯はどうなんだ。麦は稲、あわ、大豆、小豆と合わせて五穀。いずれもうまいものであるぞ。マスターおよびサーバント、目視で確認。総員で包囲してマスターを狙う。おお、良い動きだな。よほど主が良いと見たが。
ライフに構うな。方法を立てとしてでもマスターを撃て。目的のためには味方の命をも捧げるか。こちらも相応の覚悟に誘われば、鋭き水の流れのごとく。逃げるか。押し切る。撤退、撤退だ。各自散会。逃がさぬ。お前たちの主について吐いてもらうぞ。またセイバー、人目が出てきたぞ。騒ぎになる。面倒な。奴らが一人でも捕らえぬことにはマスターの正体も目的も明らかにならぬのに。そう、一人でいいんだ。辺りを探すぞ。これは結界か。ん？霊脈を利用して人の行き来を妨げておるのよ。わざわざ侵入を阻むくらいだ。この先が奴らの拠点と見て間違いないだろう。しかしこのままでは先へ進めない。結界を解く術はないか。術ならばとうにひらめいておるわい。この結界、見目こそ神田のそれに近いが、作りはいささか簡素なようじゃ。周辺から流れる魔力を断つことでたやすく破れよ。鎖を打つべき箇所はわしが示すでな。では行くぞ、お前たち。おじいさん、いつになく勇んでいるな。頼られることを大層好むんだ。よほど嬉しいらしい。ちょっとあんた、見ておいてよ。ん？この辺りでよいじゃろう。よし、解く霊脈を抑えるぞ。な、結界か。連中が卑劣な罠を仕掛けおって。罠にはまったか。それでは俺一人で十分だ。死の方、では魔力の流れを断つぞ。うん、これで結界が弱まったはずじゃ。では次じゃ。解く済ませるとしようぞ。
切る。吹きすさぶ嵐のごとく。奴は大技を放つぞ。分かった。出番だ。すぐに行く。見せてやる。見えている。頼む。出番だな。息を合わせろ。行くぞ。今のうちに傷を癒せ。知るぞ。終わったな。では霊脈を抑えるぞ。これでかの寺の結界は解けたはずじゃ。よし、では寺に乗り込むぞ。今度こそ洗いざらい吐かせて。何？入り口には結界が。それならば今しがた解いてきたところだ。では捕らえるとする。おとなしくしておくのが身のためだ。追い込まれたか。総員、霊薬の使用を許可。戦闘準備。やはりさすがの効き目よ。総員、戦闘開始。気配変わった。揺るがぬ血のごとく。魔力を帯びているな。私はどうということはないが、気をつけよ、より。読めた。こっちだ。任せろ。
では尋ねる。貴様の主の本拠はどこだ。セイバー毒か。毒を含んだか。武家というより忍びの手口か。己が命を懸けるとは、よほど配下に慕われる主と見たぞ。どうかな。違うか。私にはそう思えるが。どうあれ、自決を許したばかりに主の正体は帰結じまいだ。ん？おっと。さてどうする、イオリ。貴様ら雇い主のことが知りたいんだろう。横須賀だ。俺たちの本家はそこの港にある。ん、素直に吐くのだな。さっきの男とは随分と違うな。なぜだ。話せ。誰に雇われた。ドロテア、ドロテア・コイエット。年の頃は。言わずともよいぞ。は？お前たちは主を慕っているのだろう。先ほどの忠義者のように命を絶つのもよい。私はあえて見逃そう。もういい、行け。毒を含んだ男は忠義以前に情報を漏らさぬための自死であったはずだ。あの男、無事逃げ延びられるものだろうか。イオリ。いや、止まれ。敵の本拠が分かった。横須賀だ。横須賀。帝の情報にあった場所とも合致する。轟より南方というやつだ。なるほど、イオリはこう言いたいのだな。横須賀にマスターの根城あり、そしてそのマスターの正体こそは。ドロテア・コイエット。ちぎりしサーバントはアサシンか、はたまたキャスターか。帝の話からすればアサシンの色が濃そうだが。それも横須賀へ行けばおのずとわかる。ここから向かうなら海岸沿い、神奈川港を経由するのが上策か。敵は手勢を揃えて待ち伏せしているかもだ。違うか。かもしれん。だが最も早い。思ったより気持ちの良い返事だ。では行くぞ。